エセル・リリアン・ボイニッチは、アイルランド生まれの小説家。旧姓はブール。アイルランドのコーク郊外で生まれる。父は、ブール大数の創始者、ジョージ・ブール。母は、ジョージ・エベレストの名で、数学者のメアリー・エベレストである。エセルは5人姉妹の五女であり、姉に4次元空間の自称で知られる数学者、アリシア・ブール・ストット、それから科学者、ルーシー・エベレスト・ブールがいる。 エセルが後に婚約した夫ウィルフリッド・ボイニッチは、ボイニッチ思向の冠無名で知られている。エセルは、父の没後、イングランドに渡り、ロンドンやランカシャーで育つ。少女時代から、ピアノの手ほどきを受け、1882年から1885年まで、ドイツのベルリンにある音楽学校で学ぶ。この頃、革命思想に感化され、イングランド帰国後に、 アナキストのセルゲイ・クラブチンスキーから、ロシア語を学ぶ。1887年夏に、ペテルブルクへ渡って1889年まで、家庭教師として働く。帰国後、1890年4月に発足したロシア、自由支持社会が発行する、機関誌、自由ロシアの編集に携わった。時期を前後して、エリノア・マルクス、オスカー・ワイルド、ジョージ・バーナード賞。 フリードリヒエンゲルス、ウィリアム・モリスらと信仰を深める。並行して、ポーランドの革命家、ウィルフリット・ボイニッチと出会い、後の1902年に婚約した。夫ウィルフリットは、エセルと出会った後、古書籍賞を始めて、1912年に、イタリアで、ボイニッチ志向を発見した。夫の死後、エセルは、自身が亡くなる1960年まで、ボイニッチ志向を所有している。 その後、オット・ウィルフリットは、アメリカ合衆国のニューヨークで、古書店を開店し、最終的にエセルもニューヨークに渡る。翻訳家として、成計を立てガルシンの著作やショパンの書簡を英訳する。さらに、現地の音楽学校で教師に着任。1960年に、ニューヨークでボス。天文学者、タマラ・スミルノワが発見したエセルや、金星のクレーターのボイニッチは、 それぞれ彼女の名にちなんで命名されている。ボイニッチは、生涯に、長編小説を5作発表しているが、特に名声を誇るのが1897年刊行の、長編小説、アブである。革命闘争を描いた本作は経験な、カトリック信徒のイングランド人である主人公の、アーサー・アバートンが、被災になるべく、イタリアに留学したが、やがて革命闘争に巻き込まれていき、 最後は悲劇的結末を迎えるという物語である。本作はソビート連邦でロングセラーを記録している。時代を超えてアブはテレビドラマや映画化をはじめとしてオペラ、バレエ、ミュージカル、演劇でいくた採用されている。先立つこと1898年にアイルランドの劇作家ジョージ・バーナードショーにより擬曲化されている。 ソ連国内だけで4度映画化されているがその中でも最も有名なのは1955年に封切られた映画アブであり、監督はアレクサンドル・ファインツインメル、主演はオレーグ・ストリジェイノフ、映画音楽を作曲家、ドミートリー・ショスタコービッチが担当し、特に楽勝、ロマンスは名曲と誉れ高く、ソ連内外で名高い。 それから1928年に初演された本作原作のソ連のオペラ、税の除幕を作曲家、セルゲイ・プロコフィエフが担当していることはよく知られている。ボイニッチは本作が好評を博したことから1910年刊行、アン・インターラプティド・フレンドシップや1945年、観光、プット、オフザイ・シューズといったアブの前日単の小説2作をそれぞれ発表している。 ありがとうございます。